はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はいつかは欲しいアメシャ、こちら2021年型ジープグラディエーターウィリススポーツ、こちらのブブー横浜店さんの在庫車両を紹介します。はい、でこのチャンネルすでに何度もジープグラディエーターは紹介してるんですが、ウィリスポーツを紹介するのは今回が初めてとなります。でこちらグラディエーター、アメリカには10個のグレードが存在してるんですが、ウィリスポーツは日本にはほとんど入ってないと思います。でこちらの車両、日本に到着したばかりの日本未登録車、年式が新しいということもあるんですが、ボディ外観はすごく綺麗な状態を保ってます。はい、でこの車両最大のセールスポイントはトランスミッション。こちらの車両、6速 MT マニュアルトランスミッションを装備しています。はい、こちらですね、6速のマニュアルトランスミッションなんですが、これですね、この6速、まあストロークはですねスポーツカーみたいに短くはないんですが、カチッカチッとかなりがっしり入る感じで、すごい使いやすいです。でバックにするときにはこちらのレバーを上げて上に上げるんですが、これですねマニュアル免許を持ってる人にとってはすごい魅力的だと思います。はい、こちらタイ&ホイール、ホイールは純正の17インチアルミホイールになります。タイヤは32インチのファイアーストーンのマッドテレーン、標準サイズですね。でサイズは LT25575R17 です。フロントバンパーの形状は正規入車とは若干異なります。ボンネットフードのロック、パープルのカバーを装着してるんですが、これはおそらく社外品ですね。でサイド、フェンダーのジープのロゴと、でさらにですねリアゲート、こちらのジープのロゴバッジにもパープルのバイナルシートが貼られてます。はい、レッド&ホワイトのシンプルなテールランプは本国の標準装備です。はい、それでは荷台を見てみます。ベッドですね、荷台部分にはオプションのスプレイインベッドライナーと呼ばれるモパー製のコーティングが施されています。で本国にはですね、トノカバーなんかのオプションも用意されています。はい、ボンネットフードの形状も正規入車とは異なります。まあ、正規入車ルビコンですん でルビコンに比べるとシンプルなデザインになってます。でウィリスのデカールが貼られてます。はい、でフリーダムトップ、ブラックフリーダムトップと呼ばれる3ピースのハードトップも純正オプションになります。この車両、下回りも素晴らしく綺麗です。ダンパーはラフカントリーで、ラフカントリーラングラーのリフトアップなんかでよく使われるショックですね。で正規入社ルビコンはフォックスを装備してるんですが、こちらのウィリスポーツはラフカントリー。
で、デフの上側、ビルシュタインのダンパー装着してますが、これはよくピックアップトラックなんかでたまに見る装備ですね。はい、エンジンは 3.6 リッター V6DOHC のペンタスターユニットになります。で、グラディエーターのスタンダードユニットはこの 3.6 リッターの V6 で、これは正規入社も同じ、スペックなんかも基本的には同じですね。はい、で、この車両エンジンルームも素晴らしく綺麗で、掃除してるっていうよりは、まあ本当に使用感が少ないです。はい、で、この車両ボディカラー人気のオースティンググレーなんですが、まあ、ボンネットとか光沢がすごいですね。これパッと見新車とほとんど変わりません。すごくいい状態を保ってます。はい、それでは内装、シートはクロス地、こちら正規入社のルビコンはレザーシートなんですが、この車両はクロス、シンプルなファブリックのシートになります。で、これですね、グラディエーターのキャラクターにすごく合ってると思います。で、足元なんかも綺麗ですね。はい、で、このグラブハンドル、こちらはモパー製、これは純正アクセサリーですね。はい、で、ウィリスポーツベーシックグレードなんで装備はシンプル、こちらウィンドウはパワーウィンドウではなくてマニュアル手動式で開閉します。これ最近珍しいですね。で、シートの調節もすべて手動マニュアルです。はい、で、リアウィンドウも上下動開閉はマニュアル手動です。で、リアウィンドウがですね、窓枠まで完全に下がるのは隠れたセールスポイントだと思います。ここを最後まで下まで閉まる車は少ないんで。はい、で、こちらリアの足元なんですが、すごく綺麗ですね。で、シンプル機能性重視という感じですね。リアシートは3人掛けのベンチシートになります。で、このリアシート、セカンドシートなんですが、ほぼ使用感ありません。素晴らしく綺麗、まあ、フロントも綺麗なんですが、このセカンドシートに関してはほぼ人を乗せたことがないようなイメージ感じですね。はい、で、インパネフルノーマル、センターのモニターが小さいこともあり、上級グレードをルビコンなんかと比較するとシンプルで、いかにも機能性重視という感じ、キャラクターに合ってて、これはいいと思います。はい、エンジンはクラッチを切ってからプッシュボタン、まあ、今回はキーオンのみ。はい、やっぱりですね、シンプルですね。で、キーをオンにします。はい、 U コネクトを搭載したタッチスクリーンディスプレイ、こちら5インチ、正規入社なんかは 8.4 インチですね。二回りほど小さくなってます。はい、走行距離14,477キロ、2021年モデルにしてもローマイル。で、メーターはですね、当然マイル表示になります。で、表示シンプルですね。はい、で、駆動方式はパートタイム式の 4WD。 はい、パートタイム 4WD ですんで、トランスファーレバーで 2H4 ハイ4ローの切り替えを行います。で、ただこれはですね、通常は 2HFR で走れば何の問題もありません。はい、ルーフがむき出しになっているのはジープラングラーなんかと同じで、このトップは取り外しが可能です。はい、こちら2021年型ジープグラディエーターウィリスポーツ、車両本体価格828万円。
で、ボディカラー人気のスティングレイで、内装外装ほぼフルオリジナル。で、すごい綺麗な車両です。で、走行距離も少ないですし、まあ、中古車ではあるんですが、新古車みたいなイメージの車ですね。で、ジープグラディエーター、今年から正規入社の販売も行われてますが、正規入社はワングレード構成、ルビコンと 8AT で右ハンドルのみとなります。で、もちろんですね、ルビコンプラス 8AT 右ハンドル、まあ一番売れ筋だとは思うんですが、世の中にはですね、マニュアル MT で乗りたいとか、左ハンドルがいいというファンも少なからず存在すると思いますし、で、アメリカ本国、このウィリスポーツ以外にもオーバーランドとかモハベとか、まあいっぱいグレード存在します。合計10グレード。で、エンジン、トランスミッション、足回り、トップとかいろんな組み合わせがありますし、選択肢を増やすっていう意味であれば、こういった直輸入車十分ありだと思いますし、まあ興味のある人はぜひお店の方に相談してみてください。はい。